全高氏、全高氏、全義、ピンン、ランワイ、350年から352年は、中国語個16国時代に、漢族の全便によって建てられた国。国語は大義だが、義を国語とする国は、複数あるため、全便の義を全高氏と呼んで区別する。あまりに早く滅亡したため、語庫16国の一つには含まれていない。あと、朝政権が、 漢人を虐待したことへの反動として、漢民族至上主義に基づく国家を目指したため、異民族の勢力圏にあった河北地方においては、その勢力基盤は脆弱で、支配領域は行周辺のわずかな地域に限定された。建国者の前便は後、と、町の三代皇帝石虎の養孫であり、父の前線が石虎の養子であった、もともとは石便と名乗っていた。 石瓶は有猛家敢にして、戦上手であり、あと、蝶の将軍として、各地の征伐に赴き、多数の武君を挙げた。その異名は大いに知れ渡り、個人、漢人問わずあらゆる縮小から一目置かれていたとい。石虎からも、実の孫同様に徴遇されていた。石瓶はだて節将軍、北中老将、遊撃将軍、進む子将軍を歴任し、 武教校にも封じられた。349年4月、石虎が成居して、この石与が後を継ぐと、石瓶は、法上を石従う、石与の任意へ、石与を除いて自ら定位に就くように進めた。5月、石従うが、李上にて挙兵すると、石瓶はその前方となって、行を攻略した。石従うが即位すると、石瓶は、都督中外将軍時。 国大将軍に任じられたが、もともとは皇太子に立てるという約束だったので、約束を保護にされたことで、不信感を抱いた。また、石瓶は、自らの功績を誇って、調整を宣断しようとしたが、石下川はこれを認めず、逆にその権力を抑え込もうとしたので、大いに憤きった。11月、石下川は軍心を集めると、石瓶中殺を目論んだが、 抵抗大号の反対に相取りやめとなった。義王王赤官、石、従うの兄は、石瓶にこのことを密告したので、石瓶は、李実のと、右衛将軍、王はじめと共に政変を起こし、石、従うを捉えて処刑した。代わって、石官を擁立すると、石瓶は、大将軍に昇進し、武徳王に封じられた。これ以降赤瓶は、李実のと共に調整を牛耳るようになった。 十二月、石明は部下に命じて、石瓶らを闇打ちさせたが失敗に終わり、その夜のうちに実行犯を殺害して、口封じを図った。同月、上国を鎮守する、信仰を石し、石官の兄弟は、石瓶、李実ノの中殺を掲げ、共俗宗長、陽浴中、定俗宗長カバノコーラと結託した。石は、大都特長居、自らに、 上国を攻撃させた。中両軍赤星、侍、中石系、前の加藤軍大衆石明は、石瓶と、リミノリの中札を企てたが、ことが露見して逆に殺害された。さらに、龍城将軍孫伏瀬戸と龍守もまた石瓶らの中札を掲げて、反乱を起こし、石官の身柄を抑えて、石瓶らを攻めたが、帰り討ちにした。石瓶は、反乱が、 相次いでいたことから、医師官を合流官に軟禁した。さらに、人心がどれだけ自分に介しているかを図ろうと思い、城中へ向けて、我らと心を同じくする者はここに泊まり、そうでない者は好きにするが良いと布告すると、漢人は皆泊まったが、城を去ろうとする個人で、縄文付近は渋滞となった。これを見た医師ビ員は、個人は、漢人である自分のためには働かないと見切りをつけ、 内外へ向けて、個人を切って、首を、法要門へ送った、漢人は、文官ならばくらいを三頭進め、武官ならば、騎馬門へ抜擢すると布告した。これにより、一日だけで、数万の支給が集まった。石瓶もまた自ら漢人を引き、個人を大量に虐殺した。そこに、貴牲、男女、養老の区別はなく、実に二十万人余りが殺害された。 カバネは城外へ捨てられ、野犬野菜、狼に食われてしまった。四方にある個人が住まう集落についても、肝心の将軍に命じて殺害させた。また、肝心であっても、体格が大きく花が高く、髭が多かったものは、個人と間違われて、多数殺害されたという。350年1月、石瓶は、自らの独断で国語を A に変更し、 自らの性を、李と改めた。だが、百官の多くはこれに反発して離反し、その多くは、石氏を頼った。同月、石氏側に寝返った石、し、長居、王明が行へ進行すると、李敏は自ら出撃して、敵兵をことごとく切り倒し、撃退した。さらに李実のりに命じ、石敏に反抗して、石うな手に寄っていた、長賀を討伐し。二月、 石明は、リビンらが、不在の隙に、行を奪還しようと企み、愚痴に寄っていた、長鎮へ密書を書いたが、その使者は寝返って、リビンへ密告したので、リビンは、行へ、すぐさま帰還すると、石間を殺害した。さらに、石虎の孫二十八人を皆殺しとした。死と猿シク空ロをはじめ四十八人は、リビンへ、定位につくよう進めると、 リビンは、リミノリに譲ろうとした。だが、リミノリが固辞したため、自ら難高で皇帝の位につき、改元して栄光とし、国号を大義と定めた。司書はこれをもって、前隆氏の成立としている。三月、リビンは、不祖代々の姓である、前へ戻し、母の王子を皇太后と、妻の当子を皇后と、着難の前里氏を皇太子とし、諸子もまたそれぞれ王に封じた。 また、文部百官は暗を三党進められ、おのおの放された。石氏もまた、全民に対抗して、上国において定位についた。これにより、兵を要して衆軍に寄っていた諸々の個人は、ことごとく石氏に呼応し、四月、全民は、聖王里実り、少書霊応募、自中応援、中上次元新、蝶昇らを、次々と粛清し、政権の安定を図った。 さらに、東進へ死者を派遣して、共に後町を打つようこうたが、東進朝廷は応じなかった。四月、石氏は、全便討伐の兵を起こすと、小国籍に十万の兵を与えて、全高氏を攻撃させた。六月、石が、簡単まで軍を進めると、あと、町の鎮南将軍劉国もこれに石に合流した。全便は、守る将軍、大安氏に迎撃を命じ、 大安氏は、簡単で敵軍を撃破して万を超える兵を撃ち取った。8月、長賀戸、断金、龍国、豚が、正城で合流し、結託して、行へ進行した。全便は、少々左ボケや龍軍に十二万の兵を与えて、迎撃させ、全便自らも八万を引いて、軍の御詰めとなった。全儀軍は、長門軍を破って二万八千の兵を撃ち取り、 豚軍を破って豚の子宮を上げ、残兵をことごとく捕虜とした。全便の兵は30万を超えるほどとなり、軍旗や証拠は100里余りにわたって連なり、石種の最盛期を超えるほどの威勢を誇ったという。また、全便は九竜、家、ど銅家、恩妙家、宝家、銘家、牧家、増家、農家の総称を整え、 その才能に応じて、官職を授けたので、儒家の子孫の多くが昇進を受けて盛んとなった。この時期、国内は安定し、さながらに新初期のようであったという。十一月、全便は十万を率いて出撃すると、上国を包囲した。三百五十一年二月、百日余りにわたって包囲が続くと、石子は大いに恐れ、皇帝号を取り去って、王を称し、 前園皇帝母陽春と洋翼中に援軍を要請した。洋翼中は、この養城に二万八千の旧兵を与えて救援させ、前園は、カズナン将軍、越腕に三万の兵を与えて養城と合流させた。さらに、奇州に遺体し、も、兵を挙げて、石氏の救援に向かった。これにより、味方から精鋭が集結し、その数は十万を超えていた。三月、 洋上と石が上国に逼迫すると、全便は、斜木将軍小厚氏に、洋上を将軍孫用を石を迎撃させたが、両軍はいずれも敗れ去った。そのため、全便は自ら出陣し、全軍を挙げて洋上、石と対峙した。この時、越腕もまた、全儀軍からわずか数里のところまで接近しており、洋上、石と共に、味方から攻め立て、さらに石氏が、 方法から攻撃した。これにより、全便は大敗を喫し,し、十機余りに守られてかろうじて京へ撤退した。この戦いで戦死した将兵は十万にも及び、全高氏は有望な人材を数え切れないほど失ったという。これ以降、続投は峰起こして、司州、紀州では大飢饉となり、人民は互いに食い合うほどであった。かつて、後とは、青州、 幼州、幼州、京州の移民やもろもろの京、古、万の数百万余りを強制移住せていたが、あと、蝶の支配が及ばなくなると皆郷里に帰ろうとした。彼らは一斉に移動したので、道路は混雑して、殺人や略奪が横行し、さらに飢饉と薬病が降りかかり、無事に帰還できた者はわずか二点三割であった。中原は、 大混乱に陥って人口は一気に減少し、農業を復活させる者もいなくなったので、土地も荒廃した。同月、石氏は、側近の将軍、龍武氏に7万の兵を与えて、行へ進行させたが、全便は、迎え撃つとこれに対象し、敗走する、龍武氏を傭兵まで追撃し、3万の兵を撃ち取った。龍武氏は大いに恐れ、 石氏を殺害する代わりに除名を申し出たので、全便はこれに応じ、追撃を中止した。4月、上国に帰還した、劉武氏は、石氏を殺害して、上国を制圧すると、全便はこれに喜び、劉武氏を上大将軍、大前儀、奇襲牧に任じた。5月、全高氏の演習死し、劉慶が、上後と闘神に基準した。7月、劉武氏は、 全便から離反して、行を攻撃したが、全便はこれを返り討ちにした。この後、劉武氏は、自立を宣言し、皇帝を辞称した。8月、全高氏の助衆氏氏、修生、遠習氏士義三つる、吉羽木、長すぐる、慶州氏士学広氏が当身に基準し、臨急、巨匠などの書状を明け渡した。さらに、全高氏の平南将軍高数、 進トリ子将軍、リョマモ守は、楽州市指定形を捉え、三河ごと闘神に基準した。同月、前園の保国将軍、ボヨウツトムは、前隆市の中山軍大使公願、長軍大守を降伏させた。また、武将王、母葉兵は中山を陥落させた。352年1月、竜武氏が城山に進行すると、前便は、 自ら八千の騎兵を率いて、救援に向かい、劉武氏の大芝木ゆを、劉康氏は寝返って、夏目強しごと、全便に降伏し、全便はその兵を統合して、劉武氏に攻撃をかけ、これに対象した。さらに軍を退却させた、劉武氏を、上国まで追撃した。上国を守備していた、対象軍曹、福久もまた、全便に寝返り、城門を開いて、 全便軍を引き入れた。これにより、全便は何の抵抗も受けずに、上国に入場することができた。上国を制圧した、全便は、龍武氏とその苦行以下百人余りを処刑し、上国の宮殿を焼き払い、住民を行へ強制的に移住させた。上国を攻略して、以降、全便は、上山、中山の諸軍で遊び暮らすようになった。その隙に乗事、あと、 蝶の立義将軍であった、ト務は、個人に一万余りを集めて、駅幕において、乱を起こし、蝶カ華を自称した。4月、母陽務は、全高市討伐のために軍を起こすと、両軍は、木政の連大において激突した。全便は前援軍と重度戦の戦闘を行い、すべて勝利を収めた。母陽務は敗北したふりをして、軍を退き、 全便を平地へ誘い込んだ。母洋務は全軍を三体に分けて、法人を作り、全便が、策にはまって平地へ誘い出てくると、両翼から攻撃を仕掛けたので、全義軍は、大敗を喫死した。全便は追撃してきた、母洋務の騎兵に追いつかれ、捕らえられた。全便はあざみに連行されると、三百回に渡り鞭で、撃たれた。その後、竜女へ送られ、 厚三において処刑された。同月、前園の保筆将軍、母養表と中尉公願が、騎兵一万を率いて、行を包囲すると、皇太子然佐都氏は、大将軍小強と共に籠城して、徹底抗戦の構えを見せたが、城外の兵はことごとく、母養表に降伏した。5月、兵牢攻めにより行場内では、食料が欠乏し、人肉を食べるところまで追い詰められた。 さらに、高位将軍、母用軍、伝中将軍、忍子氏ね、右芝、候補誠らが二万の兵を率いて、母用票に加勢した。章強は、独立を保つのは、不可能と考え、闘神に、昇反すると共に援軍を要請した。だが、闘神の牧洋軍大使大勢は、救援を要請する前に先に、殿国寺、殿国寺はもともと、精神にあたが、 栄華の乱により、前、蝶の手に落ち、あと蝶を経て、全高市に渡っていたを差し出すよう要求した。だが、章津氏は本当に援軍を派遣するか疑い、決断できなかった。6月、大勢は、創始100人余りを率いて、京へ突入すると、章津氏を説得して、天国寺を健康に送らせた。同月、章津は、生縁5000を率いて、 東進軍と共同で城から出撃したが、母用票に打ち破られて四千の兵を失った。8月、前高氏の名が水公岩願い、流城伝公は城門を開いて前衛軍を招き入れた。大勢と、昭尾強は、倉垣へ逃走した。皇太子前里氏、東皇豪、大尉猿将、四城前らは捕らえられ、あざみへ送られた。こうして、前高氏は、 完全に滅亡した。前佐都氏は海貧困に封じられたが、354年9月に謀反を計画したとして処刑された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。